室戸型球炭艦は日本海軍の球炭艦。同系艦2隻。第1次大戦後に補助艦として建造され、石炭を運送する目的のために建造された。石炭の他に軍需品なども輸送した。第1次世界大戦の勃発により民間船需要の逼迫と賃貸量の高騰した。また、石炭価格も上昇し、さらに上がる勢いだった。 これらのため1917年9月15日に6000トン石運送船1隻を三菱で建造することが提案された。それによると、シンガポール方面の石炭、台湾の粉炭を徳山に輸送、徳山の練炭を横須賀に輸送する費用を民間に委託した場合と海軍所有の運送船で行った場合を比較した結果、海軍運送船で運搬した場合、 一年目は建造費を含めてもほぼ同一費用の約243万円となる計算だった。また官邸の行動区域が拡大し、石炭価格のさらなる上昇と官邸への急炭の困難が予測された。この提案は同年9月27日に決裁され、その後官邸の活動地域が拡大する情勢のため、ハワイ方面からの石炭輸入と 連単輸送のためにもう一隻建造することも提案され、同年11月24日に決裁された。これにより1917年度の臨時軍事費により、雑役船として2隻の運送船が計画され、翌年と翌々年に三菱神戸造船所で竣工した。1920年に特務艦中の運送艦に類別が変更された。艦型は いわゆる三等型の貨物船で、艦の前後に12センチメートル砲を各一門ずつ装備する以外は、民艦のそれと大きな違いはない。アメリカ海軍の球艦艦は大規模な球艦設備を用したが、本艦型にはそれもなかった。一番艦、室戸は1932年に臨時の病院船設備を搭載した。ただし種別は運送艦のままとされている。この時に、 船橋老パンを延長し2番艦野島との区別が容易となった。同時に砲を8トル降格砲に乾燥している。野島は1930年にボイラーを宮原艦3機に乾燥、速力が14ノットに向上した。1932年には砲を8トル降格砲に乾燥している。両艦とも日中戦争、太平洋戦争に参戦し、 室戸は、病院船任務と輸送任務に、野島は、輸送任務につき両艦とも対戦中に戦没している。戦士創三31海軍軍船備一不評大、1、その3、大正9年3月調べの洋目一覧ではターンに、排水量8750トンとある。また、T14 公文尾港42、特務艦洋目画像5から18、 特務官用目標海軍省軍務局では、満載排水量を8751トンとしている。写真日本の軍艦第13艦、P20 では、建造理由を第一次大戦中、ドイツの通商破壊戦に対抗して、日本海軍も東南アジア水域を行動していたが、これに燃料を補給するのに、民間船を1年に雇う費用は、海軍が旧単船を建造して使う。 諸経費の合計にほぼ匹敵することがわかりとされている。ありがとうございます。